皆さんこんにちは。動画見に来てくれてありがとうございます。今回も青鬼 X 広志にやっていきたいと思います。さあ、前回たけしを救えなかった。くそ、あの仕掛けが全くわからなかった。ちくしょう。さあ、本でこっから本荘に来て、なんか双子のお姉さんを助けるみたいなことになってるんですけど、千歳絶対お前騙してるだろ。ヒロシを絶対に生贄に捧げるつもりだろ、お前。いやー、これ絶対やられてるんだよな。ヒロシお人よしだから。ヒロシお人よし。ちょっと韻踏んでるけど。確かこの辺りに。あった、これだわ。読んでみましょう。第3位。青神様のもとに100年に一度、100人の生贄を捧げる際に。東西南それぞれの神に一人ずつ生贄を捧げ、さらに合わせて99人の生贄を捧げよ。わお。100なるうちの一人として巫女を外と中をつなぐ依代とする。3位は青き北の洞窟にて取り繕うべし、取り行うべしだね。巫女は外と中をつなぐ依代。お姉ちゃん、白き巫女って言われてた。依代ってことだったんだ。お姉ちゃん、大祭儀が行われる場所は北にある洞窟のようです。もしかするとあの宿屋の記録に書かれていた北の洞窟のことかもしれません。急いで向かいましょう。 OK ということで、この重要な選択肢に向かって北の洞窟なんですけど、これあれか、これで選べるってことは他のエリアを無視していけるってこともできるってことか。面白そう。北の洞窟、ここが北の洞窟みたいね。そのようですね。一見ただの洞窟ですが、ここも他の土地同様に危険な場所が多くありそうです。心していきましょう。そうね、気をつけましょう。ヒロシ、私のわがままでこんなところまで連れてきてしまってごめんなさい。いえ、気にしないでください。それよりも大災害が始まってしまうかもしれません。先を急ぎましょう。ありがとう。急ぎましょう。そう、そう、急ぎましょう。お前を生贄にするためにな、ヒロシ。なんで右側だけちょっと明るくなってるんだ、ここ。ちょっと心配だぞ。大丈夫かな。あ、ちょっと心配だね、これね。ちょっと心配やね。一回、ちょっとごめんなさい。一回セーブしましょう。あ、でも大丈夫か。デフォかな。まあいいわ。ちょっと、心配だけど、やっていきましょうか。壊れたおもちゃ、なんだろう。ネジが外れて、OK。さあ、どうなるか。右、左へ行きまして。はあ、たけし、無残な食われ方したな、本当に。はい、はい。はい、ちょっと待ってね。一回やめましょうか。オッケー、こっち行って、ガタが来てる。2、3階らしい。扉はレバーなしで入るだけですよ。これ見れるんちゃう？なんか。どう？なんかこれ外していいってことなのかな？おっとー、素早く入る。はい、オッケー。メモがあって、頭の、読めない。ああ、こっち奥行けちゃう。いや、怖い。今日は奥の部屋に閉じ込められて死ぬかと思ったぜ。火力動力炉が止まっちまうとはな。燃料の木材を入れていくように、口酸っぱく言っとかないと。ほう。燃料庫みたいなやつなのかな？鍵がかかってて。さあ、こっからなんかの、いろいろな謎解きみたいなのがあるんですけど、これ頭で、ちょっとこれ一回セーブします。そうだね。やっぱそうだよね。見切れてたか。オッケー、直してよかった。さあ、じゃあ行きますか。
まずオルゴール。高い、低い、高いってやって。何も起きなかった。持ち手がグラグラしている。これ外しちゃって大丈夫だよね。OK、木材。これでなんか燃料を入れるんでしょうけど、さあどうしようか。支柱にくくりつけて降りれそう。で、他にはあんまりない。そこ気になるね。高すぎて取れない。OK。本が何に使うか。また、でもとりあえず木材を使って、なんか洗剤みたいのがあるのかな。さあ、この焼却炉みたいのでなんか使うはずなんだけど、その焼却炉がどこにもない。こっちには鍵がかかってて。高い、低い、ティン、ドン。何か、中は白紙のようだ。中は白紙のようだが、なんか、この本を何かに使えそうなんだけど、木材は火力であって、頭の、なんかここで本でやる？お、わかんなくなった。できた。あ、そうだ、椅子か。まずこの椅子。おーっとー、早く出てきて。はい。ということで、よし。はあ、よし、冷静に冷静に。で、この椅子を使って、伸びると。ロープを手に入れた。OK。で、これで、こっちに降りる。よし、一回セーブしましょう。さあ、これで、うわ、なんかね、すごいことなってるね。あ、勝手に登っちゃった。生贄か。うわ、かわいそうに。いや、でも昔の人の儀式とかってさ、こうやって、本当に生贄されてたから、もう、今考えるとだけど、今の価値観だけど、本当にむごいよね、こういうのね。何か置け、両手に何か置けそう。いや、怖い。うわー、もうだって青鬼来てるもん。なんか本が置けたりします？ OK。本は白紙。そうか。これが何かあるのかな？なんか液体をかけるのかな？うわー。うわー。あ、これね。OK。OK。で、高い、低い、高い。で、動かす。中で何か燃やしそうだから、ここで木材を使用。いいよ、ここから冷ます。はい。よし、動く音がして、なんか取れたりしない？パーツ。さあ、こっから何か、ここの人はここでもしかして赤い液体とか使ったりする？しないよね。 OK。 さあ、本を持たせて何をするんだろうか。こっちか、反対側。あ、行ってー、すぐ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 、はい。てや、オッケー、ちょっと優しい青に。で、頭のってなんだろう。まあ、とりあえずこっち行きますか。こっち行ってって扉が開いてて。あー、なんでわざわざ。しかも鍵かかってるし。なんだ？頭のって何？頭の、
てんてんてん。頭の数？だから、1、2、3、4、5、6、7？ 7 ですか？こっちには特に何もない。骸骨だと7なんだけど。そうだよね。多分パスワード的にはそれだと思うんだけど。1、2、3、4、5、6、7。そうだよね。オッケーオッケー。覚えてる覚えてる。で、こっちには骸骨はナッシング。なので、頭の数的な意味で7かな。さあ、本が気になる。持たせて真っ白。こっちは何もなかったよね。7。OK、来た。牢屋の鍵。で、こっからロッカーへ行く。わあ、おいしょい。はい。おい、びっくりよ、本当にもう。さあ、鬼が最終章かもしれないから、波状攻撃を仕掛けてきている。さあ、それをうまくかわしヒロシ。うまくかわすヒロシ。さあ、ここはしっかり締めておく。締めらんないですか。すいません。はあ、おい、化け物。早く扉を閉めないと。甘いわ。おお、なんだ？間一髪助かったようみたいね。どういうこと？ どういうこと？日本語おかしいぞ、千歳。大丈夫か？お前、青鬼になってるんじゃないだろうな、千歳。すごい力で扉を壊して出ていきましたが、警告音に反応していたのでしょうか？警告音は遠くで鳴っていたからすぐに戻ってくることはなさそうね。そのようですね。もう扉を閉めておく必要はなさそうです。何か焦げ臭い匂いがしてきましたね。本当ね。焼却炉の方かしら。見に行ってみましょう。その前に。これは何もない。オッケー、じゃあ見に行こうか。なんか下で燃やしたのがなんかあったのかな。でも、そっちに行っちゃったら青鬼とまた遭遇しちゃわないか？いいの？ヒロシ。さあ、また戻ってきまして。どう？骸骨さん。なんかある？さあ、どうだ？お、止まってる。何かある。墨。これを本に塗りたくるわけね。そうすると番号が出てくるのってわけかな。はいよ。0726。OK。さあ、じゃあ一回セーブしましょう。さあ、0726というパスワードを見つけたので、早速行きたい。だが、今こっから青鬼の波状攻撃が出てこない。くるーって思ったあなた出てこいませんよ。さあ、0726。ヒューズ、どこで使うんだ？ヒューズをここで使って何が起きますか？めんどくさい。上で大きな音がした。まあ、これ謎解き系あるあるですけどね。いろいろなところを行ったり来たりするっていうのは。OK！ ここでマーク。なんかボス出てきそうだな。さあ、でも拓郎どこ行ったんだろうね。あいつ、生き残ってんのかな？ OK！ じゃあ今日はここまでにします。動画見に来てくれてありがとうございました。この先どうなってるのか楽しみですね。私の予想では、千歳が青鬼になるです。はい。ではご視聴ありがとうございました。